アマゾン川川口付近。画面中央の大河と画面右下の大河に挟まれた部分がマラジョ島である。マラジョ島の範囲はブラジルのアマゾン川川口にある島である。面積約4万平方キロメートル。マラジョ島は北をアマゾン川、南をパラ川に挟まれた巨大な中州で四方を淡水に囲まれた島としては世界最大である。島の北東側は 大西洋に面しているが、アマゾン側からの莫大な流量により沖合まで淡水化されている。島の全域が低地で、雨が多いため、熱帯雨林と湿地が広がる。島の産業としては、天然ゴムの採取と水牛の飼育がある。島内に大きな町はないが、パラ川の対岸に大都市ベレンがあり、これを返せば、国内外との交通は不便ではない。 豊かな自然を求めて観光客が訪れる。マラジョ島には古くからインディオが住んでいた。その歴史の中に400年頃から1300年頃まで栄えたマラジョ文化がある。マラジョ文化の遺物で特徴的なのはその彩色土器で表面が渦巻き形を伴う幾何学文様で覆われている。人々は紛母を作り大きな壁に死者を入れて葬った。 ヨーロッパ人による島の発見は、アマゾン川発見と同時で1500年、スペイン人工会社、ビセンテ・ヤニエス・ピンソンによる。後に、ポルトガルの勢力下に置かれ、その領土となった。1616 16年に、ポルトガル人は対岸に、ベレンを築き、次第に、島の開発にも手を伸ばした。パラ側から言葉ンク、イグチ・キンや、アマゾニアとカリブ海地域の古代美術。 選手美術と中南米美術、小学館、1995年232から233ページ。ありがとうございます。